スクエアエニックス。お母様、これは一体どういうことですの？お母様って、あの人がセリーヌさんのお母さんなの？ええ、ここは私の故郷ですのよ。セリーヌさん、マーズの出身だったんだ。とにかくこっちへ来て座りなさい。これはマーズ始まって以来の大事件じゃ。長老様、私たちはまだ事件のあらましを知らないんですの。詳しく教えてくださらないかしら。
私が代わりに話そう。お父様。ことの始まりは昨日の夕方だ。村にいたはずの子供たちが全員かき消えるようにいなくなってしまったのだ。私たちが慌てて捜索を始めるのと同時に、彼が紋章の森から大変な伝言を持って帰ってきた。私はその時紋章の森で修行をしていました。すると突然私の目の前に山賊が現れたのです。私は身構えましたが、相手はこう告げただけで消えてしまいました。俺たちのボスがお前たちの村の子供を預かっている。返してほしくば50万フォルト密印の書を用意しろと。密印の書とは何ですか？全てを話すことはできぬが、我が村に伝わる門外不出の紋章術書の一冊じゃよ。私たちはそれを聞いてひどいショックを受けた。子供たちがさらわれた事実だけではなく、紋章の森に山賊が侵入したこともショックだったのだ。紋章の森に横島なものは入れないように、聖なる紋章が隠されて刻まれているのです。その結界を破られたとなると、相手は相当の使い手だと考えなければなりません。それで子供たちは無事なんですの？第二の使いによれば、山賊たちは紋章の森の奥地に子供たちと共にとどまり、こちらが要求を飲むまでは動く気がないという。それ以上のことはわからないのだ。紋章の森は紋章術師の修行場です。使いようによっては天然の要塞ともなります。それでも山賊程度の相手ならば、私たちが数人いればなんとか倒せるとは思うが。じゃが子供たちの命の危険を考えると、必要以上に手出しができんのじゃ。相手はたかが山賊とはいえ、紋章の森の結界を破った強者。わしらが勝利したとて子供たちが無事でなければ意味がない。それじゃあ手も足も出ないじゃないですの。しかし私たちもいたずらに手をこまねいていたわけではない。調査の結果、山賊どものアジトは突き止めた。あとはなんとか子供たちを救出するだけなのだが。それでは。うん。しかし先ほども言ったように、我々だけではいささか心もとない。そこで偶然この村を通りかかった剣豪の方に、一緒に力を貸してはもらえないかとお願いしているのだが。ディアス。レナ。ほう、レナさんはディアス殿のことを知っていらっしゃるのか。はい、同じ村の出身なんです。ディアスに頼むんですか？ええ、ディアス殿は剣士の間ではその名を知らぬ者がいないほどの剣豪ですからな。それなら絶対そんな人たち倒せますよ。ディアスは誰よりも強い剣士なんだから。
それでお父様、ディアスさんはオーケーしてくれましたの？ラクール武具大会の腕ならしにちょうどいいと言って引き受けてくださったのだが、私は反対しているんです。こんな素性の知れぬ相手に頼むのならば、私たちで森に踏み込めばいいのですから。そんなことありません。ディアスの身元も剣の腕も私が保証します。お嬢さんに保証されてもね。えまあ確かにこれは我々の村の問題でもある。通りすがりの剣士殿に頼むのも無責任かもしれぬが、まあでしたらお父様、その悩みを解決する一番の方法がありましたよ。山賊を倒す役目を私たちに任せてはいただけないかしら。セリーヌ、本気か？もちろんよ。私たちの修行の成果をはっきりと証明できる時ですもの。どうでもいいが、お払い箱だというのなら俺はこの村を去るぞ。しかしその傲慢な女のおかげで失敗しても俺は知らんからな。何ですの、この失礼な男は。失礼なのはどっちだ。途中から入ってきて作戦をかき乱しているんだからな。俺はもう失礼する。宿屋に戻ってるから用があれば来てくれ。久しぶりだ。見違えたぞ、レナ。あなたも。お父様、本当にあんな怪しげな剣士に頼むつもりですの？ちっぽけな山賊一味なんて私たちでひねりつぶしてやりますわ。いや、そうは言うけどね、セリーヌ。レナ、どうしたんだ。長老様からの伝言よ。どうぞ子供たちを救い出してくださいって。本当にそれだけなのか。お願いがあるの。私たちと一緒に戦ってほしいの。どういうことだ。あいつらが泣いて頼んできたとでも言うのか。私、ディアスのところに行ってくる。レナ、そんなに驚く必要もないんじゃなくて、二人は同じ村の出身なんでしょ。確かにそうだけど、もう2年も会ってないんです。本当に目的が同じなのかしら。ディアスさんと話したいだけじゃなくて？
そうかもしれない。話したいことはたくさんあるもの。ディアス、分かってほしいの。あなたが強いことは分かるの。でも分かっているなら一緒に戦う理由はないな。どうしてそんなに人を拒むの？それは本当の強さじゃないわ。他人を拒否して一人でいる人は他人を受け入れるのが怖いのよ。久しぶりに会ったと思ったら説教か。レナも随分生意気を言うようになったものだな。小さかった頃の私とは違うわ。2年しか経ってないぞ。それはまあもう一人の妹の頼みだからな。一度くらいは聞いてやってもいいだろう。ディアス。ただしあいつらが足手まといになるようなら俺はその場で置いていくからな。ありがとう。セシルもありがとうって言ってるわ。天国は遠いな。俺には聞こえなかった。遅かったですわね。あの男に何かされませんでした？突然だけどお願いがあるの。ディアスを仲間に入れてほしいの。それってどういうことですの？ディアスに頼んだの。そうしたら一緒に戦ってくれるって約束してくれたの。そりゃあね、可愛い彼女の頼みなら聞かないこともないでしょうけど。そんなんじゃないの。剣の腕も本当に一流なのよ。私たちの大きな力になってくれるわ。どうしましょう、クロード。彼は一人でやれるって言った。だったら一緒に行く必要なんてないよ。ひどい。どうしてそんなこと言うの。僕は嘘は言っていないよ。それに僕たちだってあの人がいる必要はないよ。そう、じゃあ私がディアスと一緒に行くわ。レナ？クロードには必要ないかもしれないけど、私にはディアスが必要だもの。その様子だと思ったようにいかなかったようだな。こっちを見ていないじゃない。見なくても見えることはあるさ。だから私があなたと一緒に行くことにしたの。
レナガか。足手まといになんかならないわ。私は回復の力も持っているもの。俺がダメだと言っても無駄なようだな。無理やりついてこられるよりは最初から了解しておいた方がいいだろう。ありがとう。今度は元気のない礼の言い方だな。ごめんなさいも一緒に行ったから。レナも一緒ならもう一度装備を見直して早めに休んだ方がいいな。明日は決行日だ。わかったわ。装備を整えてくる。予定より少し遅くなったな。行くぞ。まだ誰も起きてないのね。あいつらと一緒の時間に行くことを考えていたのか。そういうわけじゃないわ。この時間なら山賊側も油断している。分かっているわ。昨日長老から泥靴とやらをもらった。森の中の沼を渡るのに必要らしい。私に渡してくれたのは私を仲間と認めてくれたから。小さい時草で作ったティアラをプレゼントしてくれたじゃない。その時のことをちょっと思い出しちゃった。さあ行くぞ。この先の森に行けばいいんだな。もう行かれるんですか。早めにケリをつけたいんでね。どうぞご無事で。さあいよいよだ。気を抜くな。